まあそこまでしっかり。あ、いいよ、もう乗っていいよ。ルイ乗れるんだから。オッケー、俺死にます。いいよ。ごめん、ちょっとスクロール気味。任せろ任せろ任せろ。ありがとう。雨悪い。雨悪い。雨悪い。殴ったわ。SKJ ビレッジ。はい、ご視聴ありがとうございます。SKJ ビレッジのエセットと。おはようございます。リンゴです。はい、本日は、人狼マリオメーカーをやっていきたいと思います。はい。ということで、こちら3枚のカードがあって、2枚は村人。1枚はこのおじさん、これ、人狼ね。はい。人狼を引いた人は、3人とも死ぬように裏でこそこそやって、3人とも死ぬ状態にして、で、その後裁判してバレなければ人狼勝ちです。村人は裁判で人狼を当てるか、もしくはゴールすると勝ちということで、さあ行くぞ。ちなみに僕村人です。僕もですよ。そうですね。一応触ってみていい？これなんか今後はいいよいいよ。使うわそれで。俺乗るわ。あ、オッケー。あ、みんな乗ろう、みんな乗ろう。これ普通にいらないです。これはしゃみ、あ、置いていい？これ毎回全員乗ろうぜ。あ、いやでも一人待っててもよくない？まあ、それか俺死んで泡になって先で迎えに行く。俺死んでいいよね、とりあえず。オッケー。死んで前行って。オッケー。じゃあ俺後ろ目に行くわ。せーの。いいねいいねいいね。行きがいいですよ。オッケー。俺乗っちゃう。さあ死んでさ。オッケー。あ、死なないで行けるわ。浮いて浮いて。オッケー、任せろ。割るかも。待って、どこ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 。オッケー、任せろ。俺死んで。オッケー、レイ頼む。ちょっと死んでして。ジャンプ、ちょっと待って、来て。ナイス。オッケー、ナイスナイス。チェックある、チェックある。オッケー、オッケー、オッケー。ちょっと待って。これワンチャンだけど1回しか踏めないわ。確かに。いや、これもう2人死ぬか。とりあえず1回。いや、俺嫌いなんですけど1回泡で調査しない？あの、とりあえず死んでみるわ。あ、で、あの、ドクロ踏まないようにして。え、木の割っていい？木の割って俺、まあ、なるべくドクロ踏まないようにここにいて、ちょっと行って。あ、泡で行こう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 。ポンポンポンか。まあ、悪いです。いいよ。オッケー。ドクロ踏んじゃダメよ。はい、ナイスナイス。あ、いった。死ぬ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 。え、これやばい。あ、オッケー、下があるわ。割り優先。俺、俺、俺、いけるか。あ、やべえか。ナイス。待って。オッケー、オッケー、最強最強。いい。いや、マジで。これ、ガチ。このままゴール行こう、このままゴール行こう。オッケー、行こう、二人せーの。ひどく、ちょいの彼氏。あ、ごめん、じゃあ俺、ふ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 、いいよ。やばい、奇跡だよ、結構。おい、行け、ルイ。ナイスナイス。ごめん、俺、ごめん。ルイ、ルイは上目指して。ナイス。もう行っちゃうわ。いいよいいよ。ちょっと先行く。いや、そこで、さえさえ止まって。待って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 、終わりよ終わりよ。割れて、俺終わって、俺終わって。ナイス、割り。俺終わってもいいよ。オッケー、一回、ここで。オッケー、ここで割り。え、これいいんじゃないか。オッケー、じゃあ、俺、俺行っていいですか。オッケー、行っていいよ。行くの、俺ね。もう一回割る、もう一回。これ一回見るから。オッケー、ナイス。オッケー、死んだ死んだ。これは、これはやばい。いや、これは、じゃあ、待って、これは俺のせいではない、マジで。いやでも俺はちょっと警戒してたよ。それ何でそこで行っちゃうのって。一回なかったことです。まあそこまでは行くか、さすがに。オッケー、いいいいよ、どっちでもいい。オッケーオッケー。俺がルイを割りに行くね。あ、オッケー。まあそこまでしっかり。あ、いいよ、もう乗っていいよ。ルイ乗れるんだから。オッケー、俺死にます。いいよ。ごめん、ちょっとスクロール気味。任せろ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 。ありがとう。これルルルル、雨割る。雨悪い。殴ったわ。あれ、聞かせてくれないな、マリが。いや違うって今。いや、ルイがしゃがみ解除して死んだよ。それは確かに。しゃがみ解除したのは、まあミスはした、普通に。ごめん、それは。でもさ、ぶっちゃけるけどさ、しゃがみってラグでも解除しなくね。まあだって普通にもう超えたかなと思って俺は解除しちゃったっていう話。そう言われたらそうなのかもしれないけど。ちょっと油断ミスではある、ぶっちゃけ。だそこ。ほぼ黒いよね、それはでも。だそこをどう捉えるかって話だね。いや、でも、まあ。俺も強くは言えねえわ。普通にミスっちゃったの、ね、普通のミス。え、最後つは？いや、俺も普通のミスというか、僕も進化のパターンだわ。マジで。ああ、普通ミスね。え、なんだ、俺はだから、あ、俺が絶対泡で、あの、機能悪いよね、確か。ジャンプして。そしたら上行ってたじゃん。うん、あ、行こうって思って、久しぶりのラグ読めてなかった。もう先に押してて、もう右入力感性入れてたから、あ、やべえ、ジャンプしないで落ちた。あ、やべえ、やったわ、で終わった。まあでも俺はちょっと慎重さ足りなかったと思うよ。あの、一番最初のやつ。まあまあ、まあ、それはそうかも。でも、まだ慎重さはマジで足りてなかったよ。まあごめん、でもあれ、ごめん。
でも人狼だから別に身長差をわざとなくしてる感じではないと思った俺は。あそこでさ、わざわざミスってもしゃあない、それもスクロールですっていう一番しょうもない感じで死んで、なんかまあ普通にごめんって感じだった。まあどっちがガチ？俺も雰囲気しかないわ。そのやっプレイしてる時のその細かいこの人の仕草みたいな。そういうとこで判断するしかね。俺はもう。強いな、愛の。いや、ちょっと、やばいやばいやばい。でも俺がしたミスはそれだけはマジで、どちらかで、逆に言えば。あ、でもあのミス本当にするかというのは、ちょっとありまし、あ、た。社内解除はなんか、まあ、そこを悪いように捉えられるのは、ぶっちゃけもうそれはもう仕方ねえと思う。俺は強いな、それ。そうだもん、言い訳、もう本当に油断しちゃったんだもん、だって。まあでも俺は決めたわ。うん、理由もあります。俺決めた。せーの。言われてるんですけど。いや、俺なんで再活かと思ったかっていうと、再活だけ俺のこと一切疑ってないの。それはおかしいでしょ。でもリスマジで怪しくなかったよね、今回。まあ、で、金次郎でしょ。俺人狼なの？人狼です。神美味しいな。俺を疑ったんだ、気に入って。雰囲気だ。マジで言ってんの。俺どうすればいいこの先。雰囲気で言ったわ、もう。お前、雰囲気で行くなよ。最後、攻め立てたかった気持ちは正直あった。最後の、楽でもあんなミスしねえだろって。でも、そしたら俺に、やばい、出たぞ。でもそしたらなんか俺に反撃も来そうだなと思って、俺に、そのなんて人狼の疑いが向けられちゃうと、なるほどね、ちょっとま、それもダメだなと思って。君がしたことは、しゃがみ解除して死んで、そう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 、俺を疑ったっていう。一応それだけ覚えていて。いや、結構ゴミなんで。あ、結構。まあ、ちょっと美味しくいただけた、村人の二人、本当。いや、これ、あのね、村人側にミスが出ると、人狼やりやすいね。まあ、そうだね。さあ、行くぞ。シンクファストなんで、あの、入って、オッケー、じゃあみんなのブレインを。うん、ブレインを。オッケー、オッケー、もう行くわ。あ、オッケー、もう行ってもらうしかない。あ、でも、こういうんだったらやめとく。やめとく？まぁ、ちょっと、次入ってくる。面白いけど。あー、これ、関係ないね、これ。あ、まぁ、でも。いや、でも、まぁ、まぁ、まぁ、行ってみよう。一応やってみよう。一応やってみよう。クリアすんだよ。一応やってみよう。入るよ。3位は、なんもできねえわ。あ、上だ。よしよしよし。よーし、入って入りました。取れてこい、止めれとした。オッケー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 。今のおめでとうでしょ。誰かが入ればいい。3位に入ると何もできねえわ俺。反応見た、俺の反応見ました。あ、ナイス、シンクファーストして鍵取って。邪魔しない邪魔しない。ナイス、邪魔しない。ジャンプも浴びて。ナイス、ジャンプも浴びて。ナイス、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 ナイス。よくやった今。ナイス声かけ。いて、俺に任せろ。俺も死ぬしかない。オッケー。ナイス。俺止めといたもん。オッケー。ラスト。ラストだって。ボス。ボス。マークだ。マークだ。多分。ボスマークだけど。オッケーオッケー。もうごめん。死ぬしかない二人が。待ってくれ。ワンチャン合法できる。左向けば。待って待って。違う。ああ。終わったら左か。終わったらいけたな。だから合法って言ったんだけど割れなかったんだよ。てかまあ今行けないか。もう一回プレイしてみていい？もう一回、ワンチャンね、ワンチャンね。まあ、その、生まれた瞬間に。釣り具合をちょっと確認するわ。俺、プレイできなかったんですけど、これ。いけ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 。ナイス。あ、でも、普通にするか。あ、確かに。あ、脱法もできないね、これ。ただ、できる脱法。全員俺が後ろにいれば、セーフ。脱法判断、俺結構すぐできたんだけどな。脱法判断素晴らしいな。確かに。いや、で、これゴールだろ、多分。あ、ゴールだな。ちょっと見ようか。まあ、俺がミスしたところはっきり言います。自分で分かりました。あの、足元のやつ俺右行っちゃったすぐ。ああ、まあでもあれはね、もう右入力だと思ってましたから、マリメって基本。まあそうだ。ちなみにだけど前半戦一回も自分で行かなかったの。はい。まあでもそれには理由があって、ずっと3番目だから。あの、挽回できなかった。あ、まあ、それはそう。抜かせないわ。うん。3位は。あ、もう3位入った瞬間死ぬから、あれも。うん。で、S さんは一応浮き輪をミスったのは一応、ちょっと、戻す。まあでも、それはちょっときついっすね。きついっていうのはその、その疑いがきつすぎる。まあでも、正直、あそこくらいしか疑えるポイント。マジ？キラーがサイドから迫ってくるとき、俺、
あ、あれは俺が押し上げたの、ちなみに。でもずっと上にいるくしてた、上にドカンあると思って。うん、すごい。それナイス。じゃあ、ここがクリアしたと思う。あれ、俺3位なんで。3位なんで。3位なのに。まあでも確か3位は、なんだっけ。いや、裏技あるって言ったのは3位だった。そう。それはでっかい、まあ、確かに。人狼じゃないっていう証明になるはず。うん。あそこで一番最初に脱法を考えるってことはクリアしたいやつだ。ああ、そうそうそう。うん。いや、それ脱法がって言ってるときに、一応ミスられたんで、ちょうど、とどめ刺されちゃうとやっぱ、来ますよ。あれ人狼確定できるってこと俺。この人は俺絶対決めた方が人狼だと思う。それ真剣に考えてない。真剣に考えるとやっぱ、ミスだ。あ、もうサイダー。で、君は迷うでしょこっち。迷わない。いや、なんかね、脱法判断は、人狼からは出ないなって感覚はすごいするんよ。そうだよね。でもやばい。進化も疑わなきゃいけないっていう鉄則を思い出してきてやばい。まあもう、資産かと。あ、まあでも簡単だわ。これガチでサイです。でもすすが俺に言うってことは自分が、いや、人狼だから。もし人狼じゃなかったら絶対ここ迷います。人狼じゃなかったらどっちが人狼かわかんないから真剣に考えて迷うはずだけど、あ、リスさんかな。俺になすりつけようとしてるってことは自分が人狼。じゃあ俺が村人だから一応怪しいやつ S って言ってたね。進化は超安全だし。いや、君は村人だと絶対迷います、ここ。でも俺も今結構 S に傾いてるんですよね。二、まあ、人から S って言われたらこれは俺だけじゃん。なんで進化って言わないの ?S は。ん?なんで進化って言わないの。いや、君が俺のことを確定させたから。でも君が迷ってるなら俺も迷う。進化も今確定してるよ、ほぼです。え?確定してないでしょ。まあでも、これ S の、サイの、あれが結構決めてたわ、やっぱ。ってことは S。脱法が。余裕で S を確定してる。余裕で S というか、サイは人狼じゃないなって感じ。そうだよ、ね。消去法で S だ、俺は。君が人狼です。ありがとう。ありがとう。わかりました。え、なんで俺じゃなかったの今。もう、今、サイが、俺を確定させたから、人狼だよって言ったのは、別にサイカズ人狼ゲーム下手だから、これ別に普通に嘘なんですよ、俺の。なのに、サイカズのことを何も考えなくなったのは、シーカ人狼、自分が人狼だからです。むずいわ、理論が。やばい。いやだから俺は別に人狼確定させてずっと考えてたけど、もう誰かは人狼ですって言えた時点で、進化は絶対そんなことしないんだよ、普段。どっちが人狼か最大限迷うの、村人の時は。なのに俺の人狼って確定できるのは、進化は人狼です。で、再活は普通に人狼ゲーム下手だから、俺の、再活は普通に人狼ゲーム下手だから、俺のこと確定してもおかしくないの。だからちょっとそれを言ってたんだけど。いや、なんか理論的には、なんかでも腹立つから。人狼ゲーム下手なの分かったの、おもろい。俺、人狼ゲーム下手って言われたから S でいい。まあ、じゃあ。でもこれ、絶対人狼進化だ。俺も分かりました。オッケーオッケー、俺も絶対 S でいいわ。なんか俺、あ、恥ずかしい。いや、俺こんなにも、こんなに分かりやすかった。生まれて初めて。確実に自分です。どういうことなんで俺でも俺は確実に S だってうざいからあ、いや、それはいいよ、別にあ、いいの?OK、じゃあ人狼ゲーム下手なのか証明出されるだけだから俺これで S 刺して進化が顔したら死ぬかいや、そんなありえないから、それはありえないらしい、大丈夫ですでもゲーム下手なんでしょ、俺きついな、これいや、もう決まったよし、行きます、テスト恥がおもろすぎるせーのはい、もう俺勝てなくてもいいです俺は村人なんで、で、大学が人狼下手なことは確定で、君人狼ね。お前人狼が。おーい村下手村全部当たってんじゃねえかおめえ下手なんだよ、人狼ゲームおめえがさ信用しねえぞロッパは人を時に苦しめるんだお前人狼ゲーム村人はルンパしちゃダメなんだ人狼ゲームの鉄則、これおめえ人狼ゲーム下手だなじゃあ、バカな村人は論破しちゃいけないなぜなら感情論で村を滅ぼすからその鉄則は分かってないお前、俺人狼ゲームお前下手なのそろそろ認めろその上で考えれば勝てるからでも論破したらうざいでも論破したらうざいレースの言ったことも俺納得しちゃったわ。俺が村人だったら最大限迷うんですよって時は確かに俺いつもそうしてるわって思う。そう、だから進化が俺を確定してくれたから、もう全ての理論がハマった。再活は人狼下手だから俺を確定させちゃう。でも一つの理論を間違った、お前は。言わせて一つの理論
小物も論破されたらイラつく。この理論に気づいてない。自分村人だった時にもう一人の意見をもう一人に傾けた方がいい。それがコツかもしんない。ちょっともうまあ一緒にジムゲームできねえよ。だから申し訳ないけど今日最終回ですこれ。嘘。最終回じゃないんだったら俺ちょっと勉強してきていい。今後実力を揃えるために指摘したんだけど。オッケー、じゃあ結構勉強してからこっちから言うわ。ジムゲームできるようになったって。みんな待ってない人狼さ。いやでも今日視聴者も分かったでしょ、再活がめっちゃ下手なんだなって。でもお前ら授業やりてえとか見せろとか言うな。もう俺がクソ弱いから。できません。今後 SKJ は人狼ゲーム出した時は俺が勉強したとか。よろしく。ちゃんと。おっ。